何見てるのよ。もうエッチバーカ変態。うわ、リアクションつまんな。ったくもう、チッター喜びなさいよ。このあたしがサービスしたげてるってのに。そうよ、だってかわいそうじゃない。せっかくの温泉会だってのに、あんた最後まで蚊帳の外だなんてさ。だからあたしが一肌脱いでやったってわけ。もっとありがたがって鼻の下伸ばしたりとかしたら。こいつ日頃から女の子と触れ合いすぎで感覚まひってんじゃないの。また記憶喪失にしてやろうかしら。はい、お疲れ様。いやー、取られちゃったわね、鳳凰の羽。残念だったわね。でもドンマイ、フレイヤってのがジオゲヘナでも悪さしてるのは分かったし、そこは大きな収穫ってやつじゃない。バンディシスターズの方はリリちゃんたちがどうにか取り出してくれたっぽい。裸の付き合いで盗賊ギルドって言ってる割に義理人情とかあんのかしらね。知らないけど、あんたたちほどじゃないかもだけど、あの子らはあの子らで事情あるっぽいわね。いろいろさ、特に真ん中の子は結構はっきり認識があるみたいだけど。あんたも私とする？裸の付き合いってやつ。水風呂だけど。うんだ、後でやっぱり入れてくれなんて言っても知らないんだから。あんな暑い世界で歩き回って汗ダックダックのくせしてさ。じゃあ私は引き続きお風呂タイムさせてもらうとするけど。トリマー、油断すんじゃないわよ。ジオゲヘナってシックスカラミティ抜きにしてもおっかないところだし、それにスライム姉妹のおかげで結構すんなりモンストレスたちと打ち解けちゃってる感じだけど、あの子らまだまだあんたらに隠してることだらけなんだから。